年齢と職業お願いします。18です。バイトしてます。バイト、はい、19です。19歳、はい、1個上ですか。いや、あ、同い年 で、はい、付き合ってる期間はどのくらいですか。1年少しぐらいで、うん、経ったばっかりです。経ったばっかりです、うん、1年とちょっとぐらいです、うん、なるほど。その出会いのきっかけっていうのは何だったんですか。は同じ学校で。学校で、はい。どっちからアプローチしたんですか、告白とか。どっちからこれですか。彼氏さんの方から、はい。じゃあ告白も彼氏さん、はい、なんて言いましたか。付き合おうって言われて、はい、うんって。どこで言われました。学校の階段。学校の階段。お互いの好きなところを教えてもらいたいです。自分より相手を思うところみたいな。面白くて安心感があるところ、一緒にいて、うん。初キスっていつしました。告ったその日とかで。その前。その前。付き合う前から仲良くて、なんか一緒に遊んだりしてて、はい、でお互い好きだったので、ときめきコーナー。好きです。恥ずかしい。どうですか。嬉しいです。はい、ありがとうございます。東京ときめきチャンネル、チャンネル登録待ってます。若々しいエネルギーがなんかこう伝わってきましたね。やっぱり年齢一緒でも、こうやっぱり女性、彼女の方が、まあ同い年のカップルだったんですけど、やっぱ女性の方が、何でしょう、落ち着いてるというか、こう、社会を分かってそうな、感じでしたね。以上、超ポイントでした。